北口ホーム豪徳寺駅は東京都世田谷区豪徳寺一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O10。東急電鉄世田谷線の山下駅と乗り換えが可能である。相対式ホームにメイン4線を有する高架駅で複々線区間に所在している。曲線上にホームがあるため、乗降の際は足元に注意する必要がある。 下りの東北沢上りと間、上りの向こうが丘遊園東、北沢間の急行線、観光線は原則として以下の通り使い分けられている。改札及び出入り口は高架下の一箇所のみであり、これらには特に故障は付与されていない。小田原方に向いており、南北に走る道路に面している。売店は一回改札を出たところにある。 待合室は1番ホーム2番ホームともにある。トイレは2番ホームのエスカレーターを降りた横にある。エレベーターとエスカレーターは1階と2階にある各ホームを連絡する。東急世田谷線と立体交差するため、複々線化される以前から、駅は森土の上にあり、高架化されていた。複々線化工事の際に、森土部を撤去し、高架橋に改められている。 2013年度の鉄道事業設備投資計画において、行き先案内表示機の設置が起とされ、2014年1月頃に設置された。2020年度の1日平均乗降人員は21,101人であり、小田急線全70駅中37位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。 山下駅と豪徳寺駅世田谷区の豪徳寺に伝わる招き猫の伝説にちなみ、2010年6月12日に駅前に三影石で作られた招き猫像が設置された。駅名は東駅近くに豪徳寺があることに由来、豪徳寺は東駅周辺の地名にもなっている。ありがとうございます。